して泣いてるの？私たちはロミオとジュリエットみたいに離れ離れになっちゃうの？そんなことないよ。君は鍵よ。僕は女王。いつか僕たちが大きくなってまた会えたら、君の鍵で僕の女王を開けるんだ。そしたら、そしたら結婚しよう。うん。ザクサインラブ、愛を永遠に。顔つけよ。心臓に悪いだろ。遅刻しちゃいますよ。はい、起きた起きた。ああ、もう少しで思い出せそうだったのに。さあ、ほらほら、起きた起きた。俺はヤクザなんか嫌いなの。真っ当に生きていたいの。またまた。じゃあ誰がこの集英組作ってんですか。なんだお前ら、朝から世話しねえな。おはようございます、組長。ラグ、今夜は大事な話がある。さっさと帰ってこい。いいな。ついてくんな。お前らのせいでな、俺の青春が台無しなんだよ。しかし坊ちゃん、最近新参者のゲンズたちが島荒らしてます。坊ちゃん、もしものことがあったら。ギャング、どこだこら。待て。終わり。
先、遅刻するよ。今行く。約束の子が小野寺だったらな。今日は転校生を紹介します。季節外れの転校生。はい、桐崎さん入って。ついに俺にも恋の感がするぜ。二代目。その二代目ってのやめろ、シュウ。はじめまして、桐崎千棘と申します。金髪だよ。ニューヨークから転校してまいりました。目青。父はアメリカ人、母は日本人。あ、さっきの暴力女。まださっきの。なんだ、知り合いか。いやいや、さっきちょっとぶつかっちゃって。ちょっと、こっちは飛び膝蹴りもろに食らってんだぞ。ほら、ちゃんと謝ってたな。どこがちゃんとだ。こっちは気絶しかけたっつ。大げさよ。あなたの血圧が低いだけじゃない。白いし細いし、もやしみたい。もやしだったらお前はゴリラ女だ。ゴリラ。誰だ。誰がゴリラよ。ただいま。待っていたぞ、ラク。おめえ、B5 ってギャングを知ってるか？ギャング？ああ、島を荒らしてるっていう。2週間前にニューヨークから進出してきた巨大組織でな、うちとは対立関係なんだが、ちっと厄介なことになった。このままじゃ全面戦争は避けられん。戦争？血で血を洗う戦争よ。関東全土が血の海に沈む。ジュニア！おめえも血の海で横泳ぎしたかねえだろ。当たりめえだ。横泳ぎなんてしたことねえし、どうしたらいいんだよ。一つだけ手がある。なんだよそれ。これはおめえじゃなきゃできねえことだ。やれよそれ。うん、やるって言ったな。俺と向こうのボスとは古い仲でな、俺もやつもなんとか抗争は避けたいが、若い衆が起こしたいざこざの手前、そうやすやすと引き下がることはできねえ。そこで一つ策を練った。向こうにも
おめえと同い年の娘がいるんだが。おめえ、その子と恋人同士になってくれ。はい。はいって言ったな。いや、言ってねえし。二代目同士が恋仲とあっちゃ、和慶氏も互いに手は出せん。なに、心配いらねえよ。振りだけで構わねえからよ。いや、だから俺の話。それじゃあ紹介するぞ。B5 のボス、アーデルトとその娘。桐崎千棘ちゃんだ。よぉ。いいか、今日からお前らは偽恋だ。偽恋？偽物の恋と略して偽恋だ。知り合いなら話は早いね。無理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 、こいつだけは絶対無理。ツノミを横泳ぎした方がマシよ。発想が俺と同じだね。それに美人だ。ラコ君もなかなか濃厚青年じゃないか。いや、それほどでも。お世辞だ。内部の一人娘を誘拐すると大した度胸だな、秀英組さんよ。何わけのわかんねえこと言ってやんね。人んちの庭で随分舐めた真似してくれるじゃねえか。お嬢、もう心配はありません。負傷クロードめがお迎えに上がりました。銃を下げなさい。ボス、お前らよーく聞け。うちのラクと千棘ちゃんはラブの恋人同士なんだ。ハニー。うわあ！分かったな、お前ら。二人が恋人同士の間は交渉は禁止だ。いや。やめる。坊ちゃんに。暇？デート行くの？は？
なんでせっかくの休みお前なんか恋人同士な休日はデートしますよねってクロード、俺もちょうどデートに誘おうとしてたんだよハニー。適当に時間潰して帰るぞ。分かってるわよ。するしかないのか。あんた男なんだからちゃんとエスコートしてよね。そんなこと急に言われても。あ、俺の妄想がこんな時に役に立つとは。一条くん、あーん、僕の心あげないからね。ナンバーワン映画冬の彼方の主題歌、罪なき愛に傷ついて。何これ、まずい。てか少ない。これ全然オーガニックじゃないじゃん。お前さ、少しは女子らしくすれば。ああ、あんたこそ店のチョイスいまいちなんじゃない。のこの店はな、俺が必死にリサーチしてようやくって。やはり偽物か。気持ちを学べ。あんたこそこういうの見て強い男を見てないなさいよ。わかんないかな。ただでさえさ、俺たち二人は血なめでさえ日常過ごしてるんだよ。だから今日ぐらいは猫を見て癒されようにゃ。なんでアクションの素晴らしさがわかんないの。だから弱々しい。弱々しいな。今日ぐらい癒されたいか。今日は今日デストロイヤーにゃ。デストロイヤーにゃ。デストロイヤーにゃ。デストロイヤー。お嬢を退屈させるな。
しホーリーほんと最悪、せっかくの休日が台無しだ何言ってんだ、俺だってせっかくの休日ぐらいは家でゆっくりしてたいわ。出た出た、この引きこもり野郎。引きこもってねえよこのゴリラ女。なにこのもやし男。うん、うん、ヨウ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 姉ちゃん、イエー、俺たちイケてるトリプルスリー、イエー、彼氏と喧嘩、俺たちはナンパだったら俺らと遊びませんか。おい、嫌がってんだろ。俺たちはこのことを話し中、鼻からお前なんてアウトオブカンチュー。なんだよ姉ちゃん、冷てえじゃん。かまととブローと息がる尻がるお高く止まんじゃねえ。パッキンゴー。あんたたちいい加減に。なんだめ。おい、行くぞ。よー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 、行くな。おい、めねえ、ちょっと何すんのよ。痛いんだけど。よし、余計なことしないでよ。私だってあんなやつら秒でぶっ潰せるわ。ダセえことすんな。え、殴る価値もないやつを殴ればお前も同じ土俵の人間だって認めるのと一緒なんだよ。説教なんて最悪。帰る。帰ろう。学校で恋人って設定は絶対秘密な。当たり前でしょ。あんたと恋人なんて生き地獄よ。おめでとう。デートの目撃情報が多数寄せられております。違うんだこれは。ちょっとダーリン。ラブラブなわけねえだろ。ちょっと、超ラブラブだっつーの。お似合いだね。おめでとうありがとう。泣きたいのはこっち。もうどうしてくれんのよ。あのさ、誰か一人くらいには本当のこと言わね。え、バレそうな時にフォローしてもらえるっていうか、お前も信頼できる友達に話しとけばいろいろと安心だろ。
そうしたきゃ勝手にすれば。なんだあいつ。すげえな、金持ちは。コック？何あれ。誰が作ったっけ。どうぞお召し上がりください。いいかな。お嬢は我々 B5 の宝だ。お前にそれを背負う覚悟があるんだ。ただの部活の勧誘です。もうしません。住む世界が違うよね。桐崎さんは特別なうちの子だから。そっか。怖ー。やめて、殺されるよ。どうやってたら。逃げた方がいいかな。読書好き。手伝ってやろうか。友達欲しいんだろう。笑いたきゃ笑いなさいよ。友達の音。俺もそういうの作ってたんだよ。一年の時のだから、クラス全員分とはいかないけど。俺もお前も、普通が特別で、特別が普通で。うまく言えねえけど、気持ち少しだけわかる。そこまで言うなら手伝わせてあげてもいいけど。ほんと可愛くないやつだな。うん。じゃあまずは小野寺と宮本、うん、あいつらはいいやつだから仲良くなれると思う。本当に？うん。小野寺さん、小野寺さん、あった。早く。やってんだよ。これ、え？うわ、住所まで調べてある。マジで？やばくね？何それ？桐崎さんの机倒しちゃったらこんなん出てきてさ。やめなよ。名前も趣味も書いてんじゃん。個人情報握られちゃってんじゃん。俺たち殺されるんじゃね？なんかいつもメガネしてるやつ、ロスで。あいつが全部調べたってこと？クラス全員の分書いてあるよ。
マジ？あ、ちょ、お前のこと書いてあるよ。え、嘘。似顔絵ほんとだ。え、うちのも書いてあったりするの。え、中学の頃の言葉に。いや、やば。ねえ、何が怖いの。殺されるわけないじゃん。ねえ、見てるし。友達になろうとしてくれてるんだよね。ほら、誕生日とか好きなものも調べてくれてるから。うちは和菓子屋だけど、私洋菓子の方が好きなんだ。うん、小崎スイーツ好きだよね。私ね、ショートケーキが好きなの。私のもある？はい。そうそう、私読書が好き。中でも英文学。はい。俺？誤解してごめん。私にも書かせて。ごめんね。あの、友達になってくれる？ついでだし。立花まりかと申します。どうぞよろしく。誰？警視庁の本田です。ボディーガードです。私の父は警視総監ですの。マジすげえな。やっとやっと見つけましたわ。俺、恋する予感がぴったりビンゴ。やっと見つけた運命の相手。エビバに見てくれ。俺の男気受け止めちゃうぜ。俺のアグネアグネアグネ。ラク様。私と結婚してください。父の力を頼らず、下の名前だけを手がかりに日本全国つつうらうらを探してまいりましたの。どちら様？まさかお忘れですの？11年と172日前、病弱でふさぎ込んでいた私に楽様が優しく絵本を読んでくださったあの日のことを。
いつか僕たちが大きくなってまた会えたら結婚しよう。まさか。一条？名字で呼ぶなんてよそよそしいですわ。お二人は本当に恋人同士ですの？サンバ！もしかして私に焼き餅を焼かせようと？はい。こんな野蛮そうな子本気で愛するわけありませんもんね。はい。本気で愛してる。一番吸い取っちゃけ。ちゃけ？うちが楽様のこと一番吸い取っちゃけ。誰にも渡さん。これじゃない。やばいよ。おいシュウ。制服かよ。やば。屋上に来い。うわあ！シュウ、マジかよ。失礼。マイクシュウ、18歳、彼女募集中です。どういうつもりだ。お嬢というものがありながら。だから俺だって驚いてるんだって。今までずっと見てきたが、私には貴様とお嬢が本物の恋人だとは思えん。本当に付き合ってるって。お嬢を愛するということがどういうことか分かっているのか。お嬢は我々 B5 の宝だ。お前にはそれを背負う覚悟があるんだな！それ関係ねえだろ。B5 とか修営組とか関係ねえ！俺はただの桐崎千棘が好きなんだよ！お前がそこまで言うのなら、私を倒してその愛情を証明してみせろ。逃げるな。逃げるわ。まさかお嬢を守れるのか。おい、ここが嘘だぞ。お前の愛は偽物なのか。立ち向かう勇気のないお前を、私はお嬢の恋人とは認めない。何時かもの目。お嬢。
まあ、ほっとくのも変でしょ。一応彼女で撮ってるんだし。マジで桐崎と付き合うやつって大変だよな。ちとげでいいよ。え？呼び方、名字で呼び合うの怪しまれたでしょ。じゃあちとげ。ラク、ありがとう。え、何が？ほら、クロードに。俺はただの桐崎ちとげが好きなんだよ。嘘でもあんな風に言ってもらったの初めてだったから。それは本当のこと言ったら戦争になっちまうし。確かに、うん、それずっと握りしめてたけど、そんなに大事なの？子供の頃、旅行先である女の子と会ってさ、結婚の約束をして鍵のペンダントと分け合ったんだ。顔も名前も覚えてねえけど、持ってればまた会えるんじゃねえかって思って。顔も名前も忘れるなんてバカじゃないの？仕方ねえだろ、6歳の時のことなんだし。でもそういうロマンチックなの嫌いじゃないよ。あ、ねえ、今度の日曜ね、小崎ちゃんと期末テストの勉強会するの。え、小野寺と？うん、まあ友達ノートのお礼にダクも勉強会に呼んであげてもいいけど。え、俺も？何？嫌なの？いや、嫌じゃないけど。けど何？何でもねえよ。でも友達ができてよかったな。まあ、あとはこのもやしっこと別れられれば完璧なのにね。同感ですな、ゴリラ姫。あらあら、そんなゴリラ姫を好きになっちゃってくせに。誰よ、絶対ね、バカしてみせますよ。
遅れちゃった。ねえねえ、みんなちょっと休憩しよう。おい、まだ1時間もやってないぞ。あ、ねえ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 、小崎ちゃんってさ、好きな人いないの？ハニー、友達の前だからって浮かれすぎだぞ。だってずっとしたかったんだもん、友達と恋バナ。私はラク様のことが大好き。あんたのことは聞いてない。私は今はそういう人いないかな。あ、そっか。あ、じゃあできたら教えてね。絶対応援するから。うん、ありがとう。小崎ちゃんってどんな人と付き合うのかな。絶対教えて。なんか暑いですわ。ラク様、うん、ちょっとこれ教えてくださる？うわ、真っ白。立花、お前なんでゲストの私が扇風機取りに行かなきゃいけないのよ。どうせ俺らを二人きりにでもしたいんだろ。せっかく恋バナ楽しんでたのに。あの恋バナのせいで俺の心臓が止まりそうになったんだよ。この中に扇風機入ってんの？うん、ボロっちいし、カビ臭いし、言いすぎだよ。行けお前ら。柱ができるのはここまでです。もちろんスタンドアップ。スタンドアップ。おい、てめえら。ダメだ、完全に鍵かかってる。悪いな、うちの門が余計なこと。ちとげ、そのままでお願い。何やってんだよお前、冗談言うな。私だって好きでやってるんじゃないんだから。怖くない、怖くない、怖くない。まさかお前、ちとげのくせに暗いとこダメなの？おじゃー、提供でお送りしました。忘れちゃったのかな、一条くん。夏休みに入る前に文化祭の出し物を決めておきたいと思うんだけど。何かやりたいことがある人、
なんかあるか。まだ気がないんじゃないか。ねえ、いいでしょう。なな C 組そういうとこだぞ本当に。急じゃない、何でもいい。案をくれ、もう時間がないんだ。週も考えてよ。週なんかない。あごめんないな。お前もねえのか。違う、俺は求めてるんだ。お前たちも意見を。はい。ちょ待って待って。何を言う。小野寺。ロミオとジュリエットのお芝居とかどうかな。ロミオとジュリエット。難しくね。覚えてないね。で、どんな話でしたっけ。物語はロミオとジュリエットがお互いに一目で恋に落ちるところから始まります。おうロミオ、ロミオ、私は愛するとお誓いください。でも二人が生まれたモンタギュー家とキャピレット家は犬猿の中激しい抗争を繰り返していました。それでも愛し合う二人は駆け落ちを計画します。ところが小さなすれ違いからジュリエットが死んだと思い込んだロミオは毒を飲んで命を絶ってしまいます。そしてロミオの死を知ったジュリエットも自ら短剣を胸に刺し後を追ったのでした。なんて悲しいお話なんだ。俺は猛烈にロミオとジュエットがやりたい。エビバリどうよ。いいじゃない。デビシュ誰がやるよ。誰がやるって、やりたい人。なんでそういう時にあげねえんだ。はい。ロミオ役はラク様がふさわしいと思います。そしてジュリエット役は小学生演劇コンテスト銀賞受賞。ロミオがラクならジュリエットはちとげちゃんだよな。話を最後まで聞きんしゃい。本物のカップルよくね。おいちょっと待てよ。お前も嫌だろ。私は別に構わないけど。マジ。なんで可愛いのしてるのに。ことはロミオとジュリエットは最強カップルに決まり。それじゃあ早速人科学校で練習しよう。エビバリシー。機嫌がいいな。え、だってクロードの監視抜きって初めてじゃない？確かにそうだ。皆様の臨海学校を快適なものにすべく、不肖クロード、この旅館を買収いたしました。Welcome everyone。お二人がお付き合いしているのは分かりました。よってこれからラク様が千棘お嬢様にふさわしい殿方だと見極めさせていただきます。
分の毒薬は残してくれなかったのね。愛を永遠に。下手くそ！君ら本当にカップル？もっとセリフにソウルとパッション込めて。何ソウルとパッション？難しいぞ、シュウ。もう一回ゆっくり考えてやろうか。カットばかりでいつまでたっても私の出番が来ないじゃないですか。今大事な場面なんだ。バーサイヤー下がってろよ！なんちよったか、キッサン。せからしかった。誰に向かっていいよとか分かってっちゃろうね。しまいにはボテクレこかすけんね。やめてボテクらないで。小学生演劇コンテスト銀賞受賞のこの私が。臨海学校これ肝試し大会エビボリエビボリセイエーラク様とペアラク様とペアラク様とペアお嬢にふさわしくないことを証明してくれる。おおっと、おおおせーあ、君先ちとげ恥をかかせてありますわ。大丈夫大丈夫、安心して、ちとげちゃん、お化けだろうが怪物だろうが俺が追い払ってやるから。お化けないよ。神よ、感謝します。私怖いかも。え、手繋いでもいい？別にいいけど。入ってらっしゃい。やっぱ肝試しって怖いのかな。やっぱ怖いんじゃないかな。じゃあ手を。どうした？ちとげちゃんが消えた。え？ゾンビに驚いていなくなった。
俺探しに行ってくる。やっと見つけた。なんであんたが。自分でも分からねえよ。でもほっとけねえだろ。ほら、バカ萌えし、せっかく小野寺と。一条楽、お前を社会的に抹殺する。極楽、極楽、はあ、あおい、出るよ出るよ出るよ。こっち見んな。見てないよ。早く出て。言わなくて見る。私温泉楽しんでたから。あんたがここにいるのバレたら私まで変態扱いされるでしょうが。後ろ向いて。温泉初めて？嘘、そうなのよ。あ、ねみんなでさ、背中流しっこしない？気が早いですわ。15分ほどの入浴がデトックス効果になりますのよ。15分？恋も美容も忍耐ですわ。さあ、皆さんご一緒に。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
ほっとけねえだろ。さっきはありがとな。まあここまで来たら戦友みたいなもんだし。確かに毎日気が抜けねえもんな。でもこのニセ恋ってのも案外悪くないかも。はあ？なんてね。もしさ、うん？もしも私たちが本物の恋人だったらうまくいってたと思う？いいから答えなさいよ。うまく。うまくいくわけねえだろ。お前はガサツだし、すぐ暴力来るし、どうせ喧嘩ばっかだよ。そうだよね。うまくいくわけないよね。戻るね。なんだあいつ。あらかわいい。ひょっとしてそれは殿方からのプレゼントですわね。いつ誰にどこへどうやって。ロマンチックの独り占めは許しません。結婚の約束？12年前旅行先で会った男の子とペンダントを分け合ったの。つけてればまた会えるんじゃねえかって思って。なんてロマンチックなのでしょう。今もその方のこと？好きだよ。でもその人が今幸せなら私はそれでいいの。向こうは忘れちゃってるみたいだし。衣装なんだけど、こんなのどうかな。小咲ちゃんが、うん、ここはスパンコールつけるつもり。裾はもっと長くするね。ちとげちゃん背も高いし、こういうの絶対似合うと思って。うまくできるかわからないけど一生懸命作るからね。さきちゃん本当にありがとう。なんでだ。
おしゅ、おい、ちとげいなくね。俺聞いてない、さっき帰ったぞ。私、ジュリエット役おります。どういうこと？だから私、ジュリエットの役を降りたいの。どうしたの？もともとロミズリなんか好きじゃなかったし、最初から私には無理だったのよ。何勝手なこと言ってんだよ。じゃあ誰がやるんだよ。それは小学生演劇コンテスト銀賞受賞の私が演じることの喜びを覚えたのは幼稚舎の学芸発表会でした。さきちゃんがいい。私なんかより小さきちゃんの方がジュリエットに合ってると思う。お願い小さきちゃん。勝手だよ。見損なったわ。お前ふざけんなよ。自分が何言ってるのか分かってんのか。なんでいつもそうなんだよ。わがままばっか言いやがって。少しは人の気持ちも考えろよ。嫌なものは嫌なの。ああ、そうかよ。分かったよ。お前と一緒にいても全然楽しくなんかなかったし、仲良くもなってない。そりゃそうだよな。だって最初から全部偽物だったんだもんな。私をときめかせるの。この胸の高鳴りが恋だというの。小咲ちゃんにだけは本当のことを伝えておこうと思って。本当のこと？楽と私は恋人なんかじゃない、偽物の関係だったの。お互いの家の事情で親に無理やり恋人のふりをさせられてただけなの。小咲ちゃん、鍵のペンダント持ってるよね。
楽はね、今でもずっとその鍵のペンダントを持った子を探してるよ。じゃあ千棘ちゃんがジュリエットを降りたのは。私は運命の相手同士、本物の恋人になってほしい。本当大変だったんだから、恋人のふりするの。本当バカみたい。ジュリエット、頑張ってね。ロミオ、私は愛するとお誓いください。なんて麗しい女性なの。月は形を変える。麗しい女性なの。移り気なもの。あの人の美しさに比べたら、今までの恋を恋と呼んで良いのだろうか。私は誓います。今までの恋をあなたを恋と呼んで良いのだろうか。今までの大丈夫。今までの恋を呼んで大丈夫。小野寺！ちょっと保健の先生呼んで。大行動で怪我ね。アナウンス早く。無理だよ小崎、諦めようね。私のせいでみんなに迷惑を。小野寺のせいじゃないよ。このままじゃ中止になっちゃうよ。誰がジュリエットやんの。千棘。そうだ、千棘ちゃんならできる。頼むよ、やってくれよ。嫌よ、絶対に嫌。やってくれよ、待ってよ。切れたくない、頼む、大しかねえよ。マジか、大しだよ。だから嫌って言ってるじゃない。中止かよ。千棘ちゃん、大変長らくお待たせいたしました。3年 C 組による舞台ロミオとジュリエットが間もなく開演いたします。お席についてお待ちください。なお上演中は周りのお客様のご迷惑にならないよう、静かにご感激くださいますよう重ねてお願い申し上げます。Hey yo everybody, here comes Boyer High School。本邦初公開。Are you ready? Romeo and Juliet! モンタギュー、ケタケペレットケ、チリチリを洗う権力争い、街に出会えば喧嘩ばかり、一寸先は向こう地帯。デカロミオとジュリエット、敵同士の家に生まれた二人、許されに恋に落ちてしまう。若い二人の純愛がさらに刺激を生んでしまう。悲しい声の物語、1、2、3、坊ちゃん
ロミオ、私の敵はあなたの名前だけ。モンタギューって何ですの？名前なんて体のどの部分でもない。ああロミオ、どうしてあなたはロミオなの？ジュリエット、どうして君はジュリエットなんだ？あなたはロミオ、なぜここへいらっしゃったの？もし誰かに見つかりでもしたら。ジュリエット、この恋のためなら僕は何でもやってのける。身内の誰にも邪魔なんてさせない。ああでもダメだ、二人の息が合ってない。私たちはモンタギューとキャピレット、なんで目合わせない。私たちの間には長い憎しみの歴史が横たわっているんだわ。僕にとっても仇は君の名前だけ。僕の瞳に映る君は星よりも美しく輝いているというのに。ロミオ、あなたこそ。ジュリエット、君こそまるでゴリラのようだ。誰がゴリラよ。ロミオ様、いきなり変なアドリブぶっ込まないでもらえます？はあ、そもそも君が大事なところで閉じるからだろ、ジュリエット。はあ、先に切れたのはあんたでしょ。え、怖っ。切れてないんですけど、ゴリラ様。やってんだよ。大丈夫。いつもの二人に戻っただけ。この暴力ゴリラはきっとうまくいく。ロミオ様、デリーにゴリラだなんて失礼なお方。あなたこそ初対面の私にいきなり膝蹴りを。そんな昔の話、ロミオも小さな男だわね。危うくこっちは死にかけたんだぞ。ねちねちねちうるさいよね。ジュリエット、僕の瞳に映る君は星よりも美しく輝いている。ロミオ、あなたこそあの月より清らかだわ。私を愛するとお誓いください。僕は誓う。あの月にかけて。月は形を変える移り気なものなのに。
このニセ恋ってのも案外悪くないかも。もしも私たちが本物の恋人だったらうまくいってたと思う？だったら僕自身に誓います。僕はあなたを愛し続けます。早く吐けて。悪い。憎み合い争い続けてきたモンタギューとキャピュレットだが、二人の結婚が両家の対立をいさめるだろう。ロミオ、ジュリエットへの永遠の愛を誓えるか？誓います。永遠の愛を。俺はただの桐崎千棘が好きなんだよ。俺もお前も普通が特別で、特別が普通で、気持ち少しだけわかる。私もあなたに永遠の愛を誓います。愛は深まるも、構想のせいで引き離される二人。ジュリエットは一晩だけ仮死状態になる薬を飲み、ロミオが町から連れ去ってくれるのを待ち続けました。ジュリエット、君はまだ美しく温かいのに死んでしまったのだね。ああ、なんてかわいそうなジュリエット。君を一人にはしない。僕も今すぐ君のもとへ行く。
違うじゃないか。ロミオ、あなたには本当の運命の相手がいるはず。ロミオとジュリエットのお芝居とかどうかな。あなたは生きて、その人と結ばれてください。結婚の約束をして、鍵のペンダントと分け合ったんだ。持ってればまた会えるんじゃねえかなって思って。私なんかより小崎ちゃんの方がジュリエットに合ってると思う。さようなら。少しは人の気持ちも考えろよ。お前と一緒にいても全然楽しくなんかなかったし。だって最初から全部偽物だったんだもんな。天国で結ばれよ。部長！後で屋上に来て。
私ね、一条くんのことずっと好きだった。一条くんを好きになれたから毎日が楽しかった。俺ちとげのことが好きみたいだ。先生。あ、ちとげ、ちとげ見ませんでした。ごめんな。文化祭が終わるまでは内緒にしてくれって言われてたんだが、桐崎は学校を辞めてニューヨークに戻ったんだ。先生ありがとう。おっちゃん、どうしました？U ターンだ、急げ。車両として先導させますわ。お前、桐崎さんからラク様を奪い取るくらいいつでもできますもの。今はロマンチック優先で。すまねえ橘。ちとげをもうジュリエットみたいに悲しませたくないんだ。頼む、ここを通してくれ。
俺はあいつにどうしても言わなきゃいけないことがある。お願いします。感動したよ、一条楽。こんなところで何をしている？千棘に言わなきゃならねえことがある。お嬢はもうお前の恋人でも何でもない。勘違いするな。勘違いなんかじゃない！やっと気づいたんだ、自分の気持ちに。貴様はまだ分かっていないのだ。B5 の一人娘と一緒になるということが、 B5 の宝を背負うということが、貴様にお嬢は守れない。俺は絶対に千棘を守ってみせる。秀英組とか B5 とかそんなの関係ない！偽物の言葉はもう聞き飽きた。どうせまた逃げ出すのだろう。さあ逃げろ！逃げたりなんかしない。しない。今度は逃げなかったな。
く。ちとげ。何その顔。なんでもねえよ。衣装のまんまだし。笑いたきゃ笑えよ。何しに来たのよ。私はラクがずっと探してた女の子じゃないんだよ。分かってる。それでも俺はお前といるのが一番楽しいんだ。何言ってるのよ。私たちは偽物なんだよ。偽物なんかじゃない。俺は桐崎千棘を愛しています。あんたのことなんか、あんたのことなんかもちろん大嫌いよ。